今回は蜘蛛の巣状にして敵を倒す小町重心化進化ベース使ってガロン行こうと思います。で、まあ、大体の人はあの近畿18の獄とかあの23の獄行くと思うんですよね。まあなので、まあ、あえてガロンで行こうと思っているの で, でガロンも埋水ワープとあればめちゃめちゃこいつ強いと思うんですよね。で、うん、よし OK。 地雷とワープ出てくるからでこれ倒す。あやべ、あいっか。で、で小町がスナイプバレットになって、調教状態異常回復ブラストになってるんですよね。まあだから近畿18の奥めちゃめちゃ強いみたいな感じになってるんですよ。で超ワープにもなってるし、マイン EL にもなってるからめちゃめちゃ強いんですよね。あ、減速壁はないのか。そしたらそしたらこれで、ドクロが多分今感染切りしてきたと思うけど、ドクロが先に倒せば感染切り、実質感染切りないみたいな感じだから、これで倒します。うん、残ってる。でボスは確か感染切り打ってこなかったと思うんですよね。これで蘇生とかはしてきたと思うんだけど、感染切りはしてこなかったと思うんですよね。だからで感染切り打ってくる雑魚を先に倒せばもう実質感染切りないくれみたいな感じだと思うんですよね。そしたらで SS 短短縮もついてるから、これで短縮すれば SS も結構早く打てるし、ピンチになった時も SS 結構早く打てるんですね。で SS が24ターンプラス6だから速殺もあるかもね。まあ速殺つけて SS 短短縮すれば、まあ割と結構早く SS 打つことができる。でこれで倒す。まあ無理に速殺つけなくても過激全盛りでもいいかもしれない。そしたらこれでこれで何が強いのかと思うと電撃キラーがついてるんですね。だから電撃キラープラスダッシュついてるからもうめちゃめちゃ強いんですよね。もうでバランス型、これ超バラにしたらめちゃくちゃ強いんですよね。もうこれで超バラと電撃キラーにしたら実質2倍のくらいの強さになるから、そしたらでこれ倒す。でこれで感染切り来ない。で SS が前と同じくHP 吸収、まあ私の体力は私のものみたいな感じで HP 吸収し
してくれるんですよね。どれぐらい吸収するのか分かんないけど、マカロンにそもそも HP 吸収のあれ効くのか分かんないけど、これ近い敵に行くの、これ スナイプバレットって、そしたら、はい、まあ、近畿の18で、使うか迷ったんだけど、まあ、やっぱ、今これタイムシフト使ってるんですよね、ガロンので、タイムシフト使って、やってるから、できればすぐ終わってガロン回りたいんですよね。って言って、はい、あ、やべ、届かなかった。これでこういって、はい。ちょっと。で、近畿の18に無理に行かなくても、近畿の18、あとは近畿の23とかでも、いけそうだね。近畿の23も普通に私、さっき試したんだけど、全然強かった。で、近畿の18でも一応試しに行ったんだけど、まあアザトースいなくてももういいみたいな感じだね。もうまあ、いてもいなくても、まあ、どっちでもいいんだけど、はい、まあ連れていくんだったら、まあ、アザトース1体でもいいかな、まあ、そんな複数体くらいいなくてもいいくらいみたいな感じだったかな、もう結構飛んであれ、さっきクリティカル出た、これ紋章ついてたらもうラスゲなってるってことでしょ。そしたらこういってで倒す。で、これまだバランス型なんですね。超バラにしてないから全然これで、で、これバランス型だから、これで超バラにしたらめちゃめちゃ強いね。もう超バラじゃないこれぐらいのパワー、普通に、超バラでもないこれくらいの強さだから、もうコマッチも普通にめちゃくちゃ壊れてるね。モンセも昨日私使った動画アップしたんだけど、めちゃくちゃ強かった。で、コマッチも神化ベース小町は動画出したんだけど結構強かったね。で、ビーラとかでもまだ使えるとこたくさん残ってるから、まあ、そのうち出すとはもう、そしたらで待機します。これでいいっすよ。はい、成果しかかけるのはてめえの命、さあ祈りの時間だ。で、ここで
SS 使ったらどれくらい体力持っていってくれるかちょっと見たいんですよね。そしたら指とは覚めぬ月影の夜、魂が誘い誘いましょうさ。で HP 吸収だから、これで投下するじゃないですか。で投下したらどれくらい体力を持ってきてくれるか、ただエレメントじゃないからですよね。そしたら、ただこれエレメントでも多分そんな大したいい体力持ってきてくれないよね絶対。そしたらそれで、で、じゃあこっちにも使うか。はい、やべえ上に当たってね。入った。そしたらで蘇生される。それを決めるのは私ではない。普通に殴りとかもう殴り火力がもうおかしいんですよね。まあ、やっぱあの小町、進化ベースと神化ベースの小町両方ともめちゃめちゃ壊れてるね。はい、それもおります。ごきげんよう。